ピオリアはアメリカ合衆国アリゾナ州マリコパ軍東部とヤバパイ、軍にまたがる都市であり、2007年の推計人口は146,743人である。主にマリコパ軍の中に入っており、フェニックス市の主要な郊外市である。面積ではアリゾナ州で4番目、人口では9番目になっている。市名はイリノイ州ピオリア市にちなむものである。現在、 人口では、イリノイ州のピオリア市を超えている。メジャーリーグベースボールの春季キャンプでは、サンディエゴパドレスやシアトルマリナーズが市内のピオリアスポーツコンプレックスを共有している。2008年7月時点で、マネーマガジンの住みたい街トップ100に掲載された。ピオリアは、ソルト川流域のなだらかな傾斜をした、砂漠地帯にあり、北にある山脈のふもとまで広がっている。 砂漠にある町と同様、ピオリア開拓のための重要項目は水だった。雨季があり、また山脈から流れ出る雪解け水のためにソルト川が満たされ、時には氾濫して何ヶ月もかけた労働を無にすることがあった。この地域に住み一年中生産性を上げていくとすれば、洪水と干ばつのサイクルに打ち勝ち、年中制御できる、信頼できる水の供給を確保する必要があった。 開拓者はまず考えから始めた。1868年、ジョン・ W ・ジャック・スウイリングが一軍の人々を組織して、ソルト川流域では最初の現代的灌漑要項を掘らせた。これが成功してこの地域により多くの人々が定着するようになり、活性化した灌漑設備の恩恵を受けるようになった。1872年までに、 この渓谷には工作用地8000エーカーができ、ソルト川沿いに繁盛する地域社会が建設された。年を減る間に灌漑会社が次々に現れ、その後の3年間でマリコパ、グランド、ソルトリバーバレーの3運河ができてこの流域の成長を支えた。先見の民のある開拓者は当時完成したグランド運河より上の斜面上に広がる砂漠を利用することで収入に、 つながる可能性を考え始めた。このために1882年にアリゾナ運河会社が組織化された。この会社が提案した運河は、その後にピオリア市となる地域を含む約8万エーカー以上を潤すものであり、より一貫性があり安定した水の供給を行えるものだった。アリゾナ運河会社は、元北軍将校ウィリアム・ J マーフィーをこの全長十一マイルの 運河建設の指導者に指名した。イリノイ州出身のこの技師は、大西洋と太平洋を結ぶ鉄道遠心部の評価を終えたばかりだった。会社はマーフィーに対する報酬を現金で支払えなかったので、その代償に土地と広大な土地に対する推理権を提案した。マーフィーは洞察力があったのでこの条件をのみ、1885年にアリゾナ運河を完成させた。 マーフィーは、イリノイ州に戻って、土地を持続可能な農業地に変えるための開拓者を募集した。この地方の気候と農業における可能性に関する説明で、イリノイ州ピオリア市の何人かの住人が気を引かれ、間もなく5000エーカーの土地を購入した。イリノイ州を離れた4個の農家が現在、ピオリア市となったところに移住した。開拓者たちは単純な日干しレンガの家を建てるまで、 大型のキャンバス地のテントに住んだ。ピオリアは当時まだフロンティアの都市で人口約3,500人に過ぎなかったフェニックスから14マイルの距離にあった。フェニックスと発車ヤンパ川沿い現在のウィッケンバーグとをつなぐ砂漠のゾッとするような道が唯一の輸送路だったが、1887年に新しい道路が敷かれた。道幅100フィートのこの大通りはグランドアベニューと名付けられ、 新しい計画長のアルハンブラ、グレンデール及び、ピオリアを斜めに横切り、すぐにフェニックスからバルチャー鉱山に向かう主要道路になった。ピオリアの土地は、イリノイ州から来たジョセフ・ B ・グリーンハットとデロス・エス・ブラウンが事実上所有していた。1890年、この二人は砂漠土地法によって政府から四区画の土地を獲得した。 彼らは1897年5月24日にマリコパ軍法務官と共にピオリアの配置図を登記し、故郷の町にちなんでその土地をピオリアと名付けた。ピオリアの町の初期計画図には、東西方向の道路として南からモンロー、マディソン、ジェファーソン、ワシントン、ジャクソン、リンカーン、グラント及びバンビューレンの各通りがあった。また、南北方向の道路として西から、 アーモンド、ピーチ、オレンジ、バイン、ウォルナットと並んでいた。この区割りは、現在のピオリア市で、85番アベニューを南に、下ってモンロー通りの角から東に81番アベニューまで行き、そこからデザート工部配列の南までが相当している。提案された、ピオリアの町の測量が済むと、1889年に、グランドアベニューとワシントン通り交差点に大衆が、 利用できる井戸が手掘りで掘られた。町の井戸は住民だけでなく旅人も利用した。5年後にこの井戸は給水塔に作り替えられ、タンクは高さ89フィートもあった。水源としてだけでなく、地域社会が集会を行う場所として、若い開拓地での住民の誇りの高まりを象徴するものに見えた。1888年8月4日、ピオリアの領域はその名前で、 郵便用住所として使われることを認められ、当時は27人が使った。マリコパ軍監督官が広さ49平方マイルの第11教育学区協会を定め、ワシントン通りに北向きに面した無人のレンガ作り店舗で初めての授業が行われた。1891年には教室外出だが、ピオリア発の学校が完成した。児童の通学は、 不安定だったが、9人の子供たちを乗せて運ぶ、入魔者のおかげで軍の役人に目をつけられていたこの、教育学区が救われた。1891年から1895年まで、サンタフェプレスコットフェニックス鉄道の視線が敷かれ、ピオリアからフェニックス、グレンデール、アルハンブラ、ヘスペリア及びマリネットを結んだ。この線ができたことで、ピオリアの発展を促進し、 地域社会にとっては恩恵になった。ピオリアは鉄道会社を説得して83番アベニューのグランドアベニュー近くに小さな駅を建設させた。これで牧場主や農夫がその牛や作物を運び出したり、商品を市内に運び入れたりすることが可能になった。この駅舎は1972年スコッツデール市に売却され、現在はマコミックスティルマン鉄道公園にある。 1899年、長老派協会の建設を通じて、この開拓地に永続性と安定性の雰囲気が創出された。ゴシック復古町で83番アベニューとマディソン通り角に建てられた、この協会は1900年に落成し、アリゾナ州では最古の現在も使われている長老派協会となっている。1917年までピオリアはまだ小さな町だったが、 ゆるりとでも商業、農業及び住宅地域を作っていった。しかしその成長の価値を減らしたのは、その変わりやすい外観であり、事業地区と呼ばれるようになるところに、ポツポツ現れるブリキと木材の建物が象徴していた。JA ハモンドとフランク・エイキンが主要建材をレンガに変えるよう運動をした。それは外観が良く、比較的安定していたからだった。 ハモンドとエイキンは、ピオリアが発展できる地域と認識されるべきと考え、より実質的で、魅力的な建物があるべきと考えた。レンガは高価だったので、地元の事業を主にレンガ作り建物に投資させる、よう説得するのは難しかった。ハモンドとエイキンは自分たちの店を壊しレムネで、レンガ作りの建物3棟を建てることで範を示した。九百十七年七月、 ウィルヘルムの車庫に近い EE スタッフォードが運営するビリヤード場から出火した。出火原因は特定できなかったが、ハモンドとエイキンが火は新しく建設した建物を含め事業地区のほとんどすべてを飲み込んだ。グレンデールとフェニックスの消防士が火災警報に反応して出動したが、すでに遅すぎた。被害は甚大であり、町全体が消えたかのようだった。 ピオリアの街は壊滅した。皮肉なことに街の新しいレンガ作り店舗を破壊した火事によって他の事業主もより健全な建築手法と材料を使って建て直す必要があるという動機づきになった。この火事でより堅牢で安定しさらに認めの良い建物の時代が始まった。この火事の起こった時期は幸運だった。アメリカ合衆国が その数ヶ月前に第一次世界大戦に参戦し、国内の生産高と価格を上げるように指導した。特に農業生産品の場合が顕著だった。ピオリアは再建に失敗するはずがなかった。農夫たちは使うための新しい金を持っており、待望ある商店主は地元の繁栄という利点を生かすために事業の再建を急いだ。1919年頃、 ピオリア商工会議所が結成され、ピオリアが姿勢を敷く1954年まで非公式の生態の役割を果たした。1920年にはピオリア警防団が結成された。これは1950年代半ばまですべてボランティア、組織だった。事業地区では1918年に3階建てのエドワーズホテルが建設され、続いて1920年には、 ワシントン通りと83番アベニュー南正確にメーベルフットのビルが作られ、1920年代初期には繁栄していた。1920年6月にジョン・エルマイヤーあるいはフラティロンビルが完成し、同年7月にはオーオフュュエルのパラマウント劇場ができた。1918年4月に観光したピオリア夫人クラブハウスが地域社会全体の活動の中心になった。 町で最初の新聞ザ・ピオリア・エンタープライズが1917年11月14日に週刊で発行され1921年4月まで続いた。ピオリア最初の図書館は1920年に婦人クラブ内に作られ1975年には昔のピオリア市役所に移された。図書館は最終的にピオリア市複合施設に移転した。 1959年5月婦人クラブは、ピオリア市にそのクラブハウスを寄付し、無料で集会を行えるようにした。1906年に、中央学校が建てられた。2室の石造り校舎は、鉱材の床と樹木で囲まれた豊富な貯蔵庫があり、馬やロバに日陰を作った。1910年までに、中央学校に隣接して3教室の建物が建設され、 1918年には、校堂や教室4室を含む大きな校舎が完成した。1918年、ピオリアの学校に通う生徒は190人だった。通学の負担を軽減するために、周辺地域にも学校が建てられた。1918年創設で南西部にできたモーガン学校は、生徒数85人だった。町の1マイル東。 2マイル北に建設されたグリーンフィールド学校は生徒数45人だった。北東部のベル学校は39人。3マイル北西のマリネット学校は約20人だった。第11教育学は当初小学校の学区だった。高校に入る生徒はグレンデール高校まで通う必要があった。ピオリアの生徒数が増えるにつれて、 8年生以上の生徒を教育する必要性が明らかになった。1919年、教育委員会はピオリア高校の建設を承認した。当時多くの者が高校を入れる3階建ての建物は大きすぎ効果に過ぎると考えたが、1922年に完成した時には50人が入学し、その後も急速に増加した。 この高校はスペイン伝道所様式で建てられ、ムーア風の贅沢な建築要素を持っていた。この頃、ピオリア周辺の農業は多様な作物を生産していた。町には4つの面子工場があった。主要な工場は1923年に81番アベニューとグランドアベニュー閣に建てられたものだった。町には羊の牧場、柑橘園があり、小麦、トウモロコシ、 ライ麦などを生産した。世界恐慌のために、面許価格が下がり、ピオリアは不況に見舞われて、それが、第二次世界大戦の始まる1939年まで続いた。ニューディール政策の公共事業で、ピオリアでも食が作られ、1936年7月には、ピオリア高校の体育館が建設された。経済活動が活性化したことに、 ルーク空軍基地ができたこととソルト川流域全体が著しく成長したことが合わさり、さらには1950年代初期にエアコンが大量生産されたこともあって、ピオリアの住宅が増加した。戦後の建設ブームでピオリアはフェニックスのベッドタウンになる道を歩み、シュートに通う人々の住宅が西に広がっていった。1954年、 ピオリアの人口は1925人、地域面積は720エーカーだった。成長していく地域社会は上下水道などの重要なサービスを必要としており、非公式な生態だった商工会議所の能力を超えていた。ピオリアは多くの議論と会議論を経て1954年6月7日に姿勢を敷いた。 7人の委員による市政委員会が作られ6月14日に最初の会議を開いた。1955年と1956年、通りを基本として住居表示システムが策定された。1960年、郊外の開発が大きな影響を与えた。デルウェブがサンシティの開発を始め、そのことでピオリアの人口も増えた。1966年までに、 地域面積3.1平方マイル、通り延長36マイルとなった。1968年、下水道システムを作るための資材を発行し、下水道は1969年に完成した。1970年、消防士を公的資金で雇用する仕組みに移行した。 ピオリアの人口は1970年の4792人から1980年の12351人、1990年の5675人と成長していった。1980年から1990年の増加率だけでも300%を超えた。新しい住民を支援し、ピオリアで働くことができるようにするために、市は商業や 工業の発展を促し、バランスの取れた経済を維持することを目指した。ピオリア経済発展グループが組織され、初めてのアイススケート施設、近代的映画館及びクラス A の事務スペースが作られるようになった。1988年ピオリアのオールドタウン外れに3000万ドルをかけて、市の複合施設建設が始まった。1989年に警察署が開設され、 1991年には市役所本館と裁判所。1993年には図書館ができた。ピオリアスポーツ複合施設ピオリアでのメジャーリーグベースボールの春季キャンプは長い歴史がある。1970年代後半から1990年代にかけてピオリアグリーンウェイスポーツ複合施設はミルウォーキーブルワーズのマイナーリーグ用。 トレーニング施設に使われた。この小さな施設は83番アベニューとグリーンウェイ道路に位置し、後のピオリアスポーツコンプレックスができる場所になった。新しい施設の建設は1990年に承認された。この施設は1994年に観光し、軍内では初のメジャーリーグ春季キャンプ施設となった。現在はサンディエゴパドレスとシアトルマリナーズの2チームが、 春季キャンプと選手開発に利用している。ピオリア市はこの施設に大きな投資を行い、毎年その運営に助成金を出している。スタジアムでは多くの観光客を呼び寄せ、コンサート、結婚式、ビジネス行事、ボートツアー及び祭りが開催されている。このことでレストランやホテルも誘致できた。83番アベニューとベルアローヘッド噴水を 中心にする地域は、ウェストバレーでもレストランが多く集中した場所となっている。このスタジアムは、経済的に引き合っただけでなく、周辺の土地を市が所有していたので、その売却が市の収入を増やし、地域の生活水準を確保できた。ピオリアは成長を続けている。1999年、プレザントコ地域公園周辺の土地の大半を併合した。ピオリアには、 世界的な教育と文化の中心となるチャレンジャースペースセンターオブアリゾナができた。2007年にはピオリア芸能センターが完成した。今日の市の成長はノースピオリアを中心に進んでいる。2003年、干ばつ対応計画が作られ、アリゾナ州水道局はピオリア市が水供給確保計画があるものとして表彰し、これは2010年まで続くものとなった。さらに、 土地の開発量よりも多くの水を確保できたことでは、アリゾナ州最初の都市になった。1999年、砂漠地保存マスタープランが採択され、2001年5月には、市の今後の成長と開発の青写真である、総合計画が住民投票で承認された。2004年、ピオリアの計画立案者は、砂漠地保存条例を作成しており、これでは、給料の開発、 土地固有植物の保護、水路など自然にあるものに対する建物の建設制限が取り扱われている。これは開発を考えた時のより包括的な概念を提供しており、全体的な影響を考慮して公共と環境の双方に恩恵があり、保存効果も最大となるように求めている。別の開発協定を通じてピオリア市民全体が楽しむことができる。 山岳地とオープンスペース4000エーカーを保護地域に指定することができた。ピオリア市は未開発の北部についてはまだ動いていないが、市の歴史ある中心街の再活性化については詳細計画を作成中である。劇場がこのプロジェクトの一部である。他にもファサード回収や外観ハンドブックの作成などの手段が取られている。これらの計画は時間のかかるものもあれば、 短期間で実現するものもある。1990年から2000年にかけて、ピオリア市は国内の人口10万人以上の都市の中でも5番目に成長速度の高い都市となった。その成長率は114%だった。2004年時点では170平方マイル以上の地域に13万人以上が住むようになった。しかし、成長には代価がつきものである。 地は開発者に対して影響量を課し、大きな開発計画については、経済影響評価を求めている。ピオリアには、バレー北東部からの生活様式が入ってきているので、その存在価値は、以前よりも、リゾートとレジャーへの関わりが強くなっている。経済計画は、伝統的な住宅開発よりも、工業、商業など、複合的開発を目指した新しい環状三百号回路を、 作ることに向かっている。ピオリアは、北緯33度34分57秒整形112度14分19秒、北緯33.58250度整形112.23861度、33.58250-112.23861に位置する。アメリカ合衆国国勢調査局による報告では、 この内陸の町の地域全面積は141.7平方マイル。このうち陸地は138.2平方マイルであり、水域は3.5平方マイル。水域率は2.44%である。ピオリア市は現在170平方マイル以上の地域を併合してきており、マリコパ郡とヤバパイ郡の2郡にまたがっている。ヤバパイ郡では最大の都市であるが、住民の大半は、 マリコパ郡内に住んでいる。アグアフリア川とニュー川が市内を流れるただ二つの川である。アグアフリア川は通常水がなく、四北端にあるニューアーテルダムでプレザントに水を貯めている。ニュー川も洪水制御手段によって通常水なし川である。市内には他に多くの小川がある。その中で最も重要なものはスカンククリークであり。 隣接するグレンデールに通じる歩道がある。ピオリア市の北端には小さな山や丘が多くある。それらはサンライズ山、ウェストキング山、イーストウィング山、キャルダーウート、ビュート、チョーラー山、ホワイトボン、ヒエログリフィック山、およびツインビュートである。ピオリア市の道路システムは、フェニックス市の伝統的格子配置に基づいており、大半の道路が南北と東西を向いている。その起点は、 フェニックス市中心街セントラルアベニューとワシントン通り交差点である。ピオリア市はこの起点よりすべて西にあるので南北方向の番号付き通りはアベニューである。主要幹線道路は1マイルずつ離れている。1マイルのブロックは約800の住居番号に分けられる。フェニックス市のセントラルアベニューで始まる番号は半マイル西の7番アベニューが大通りである。 そこから1マイル西の19番アベニューが大通りであり、イカ大通りは27番、35番と8番ずつ、増え、67番アベニューがピオリアの東部境界になっている。ピオリア市の北部にある通りは曲線が多く、川、山脈など地形の変化に従っている。四北端の道路でもフェニックス市の公主配置に従っている。 以下は2006年の国勢調査推計による人口統計データである。1983年11月、ピオリア市民は住民投票で市長を直接選挙で選ぶことを求め、1989年には市内を6つの選挙区に分ける市政委員会を設立した。各選挙区から1人の市政委員が選ばれている。選挙区は国勢調査の度に書き換えられている。 現在の市長は、ボブ・バーレット、シティマネージャーは、カール・スウェンソンである。ピオリア市域は主に、ピオリア統合教育学区内にあるが、北端の一部は、デイヤ・バレー統合教育学区内にある。ピオリア市内には4つの高校がある。ピオリア統合教育学区内に住む住民の住民の、いくらかは、グレンデール市域内に建てられている高校に通っている。 ディアバレー教育学区の学校に行く住人は現在、ほとんどいない。市域内の小学校は、アルタロマ小学校など21校ある。グレンデール市域内にある、ピオリア統合教育学区の小学校に通う児童も、いる。グレンデール市域内には、小学校が10校ある。ディアバレー教育学区に属し、市域内にあるのは、テラマート、ウェストウィングの2校である。 さらに公的予算がついたチャーター制高校や小学校もある。ピオリア市は一つの都市と姉妹都市提携を結んでいる。ありがとうございます。